記念すべきパート50ですね。うぷ主のシリーズでは過去最長なんだぜ。こんなに長く見てくれてありがとうね。まあ、だからといって記念に何かをやるわけではないのですが、もうすぐこの企画も最終回なんでしょ？そうなんですよ。多分あと2、3本で終わるかなと思います。あ、この左下の看板に書いてる、バイオーム変更というものは、調べてみると想定していたものと違ったのでやめました。バイオームを変更しようとしてたのか。ということで今回はこちら、IE のアドオンをやろうと思います。インターネットエクスプローラー？イマーシブエンジニアリングです。そもそもイマーシブエンジニアリング自体、ガーデンクローシェしか触ってなかったので、アドオンやる前に本体をやります。ああ、あの農業マシンのモッドなのか。まず最初に、本とレバーを組み合わせて、説明書をクラフトしておきます。この本がないと多分イマーシブやるのは無理。と言っても、全部英語だけど、アメリカ語はわかんね。大切なのは文章ではないので、英語読めなくても大丈夫です。さて、イマーシブエンジニアリングは本来、ロマンに溢れる工業機械を追加するモッドです。ロマンはいいぞ。そしてその機械は、部品となるブロックをいくつか積み上げて作る、マルチブロック形式の機械です。まずは部品から作りましょう。あ、もしかしてこれが組み立て方？ですです。なるほどな、こりゃ確かに説明書を見ながらじゃないと難しいんだぜ。では、レッドストーンエンジニアリングブロックを作りーの、ライトエンジニアリングブロックを作りーの、アイアンメカニカルコンポーネントを作りーの、ヘビーエンジニアリングブロックを作りーの、スチールメカニカルコンポーネントを作りーの、スチールロッドを作りーの、スチールの足場を作りーの、コンベアベルトを作りました。すげえいろんな部品があるんだな。で、それを説明書の通りに組み立てたものがこちらになります。最後にエンジニアーズハンマーで右クリックすると、完成します。おーおーすごいすごい、リアルな形になった。これは、金属プレス機という機械です。金属をプレスして、いろんな部品に加工する装置となっております。ということで、スチールプレートを5枚使って、プレートの金型を作ります。そしたらこれを、プレス機にセットします。そして、電力を流して鉄インゴットを搬入すると、このように、機械が動いて、プレスされた鉄インゴットが出来上がります。確かにこれは、ロマンがすごいね。こういった装置たちが、いろいろ追加されているのです。では、次の装置に行きましょう。その前に、金属プレス機による、鋼鉄プレートの作成を自動化しました。倉庫内のプレートの在庫が少なくなった時に信号を発信する装置を取り付けて、供給量を管理しています。で、次ですよね。次に、コアサンプルドリルを作成しました。これはどんな装置なんだい？地質調査をするための装置ですね。と言っても、実際に埋まってる鉱石がどのくらいかとかを表示するわけではないです。鉱術の採掘機を動かすための調査といったところです。見た目はこんな感じで、これはマルチブロックではありません。稼働も、電力を送るだけで済みます。このように、ドリルが地下をくり抜いて、調査を行います。おいちょっと待て、この場所の床って、ちょっと高くしてあっただろ。この床の下、空洞じゃねえか。そもそもその下は氷河、その下は海ですよ。どこ掘ってんだこれ。それで、地質調査が終わると、コアサンプルが入手できます。このチャンクで、どんな鉱石が掘れるのかについて知ることができます。チャンク単位で違うんだ。例えば、この場所でコアサンプルドリルを動かすとこれ、シナバーという鉱脈と、原油がここで採掘できるようです。シナバーなんて、そんな鉱石あったっけ？これはレッドストーン鉱脈のことですね。この場所で採掘機を動かすと、レッドストーン鉱石が掘れるんです。ということで、採掘機を組み立てます。これはかなり大きいサイズですよ。これだけのサイズになりました。すごい大きい。作成すると、実績解除の壮大な音楽が流れると思ったのに消えました。工業関係だと、音がバグるのはよくあること。そして、これに電力を送ると、ぐるぐると回転体が動き始めて、天井のガラスが壊されました。拠点壊れてんじゃねえか。だからどこ掘ってんだこれ。まあ稼働終了したら直しておきますよ。しばらく待っていると、レッドストーン鉱石が掘れました。なんとこの場所で、レッドストーン鉱石が38,400個も掘れるようですよ。すごい量だ、本来なら。そう、本来なら。レッドストーンなんてこれまでの過程で無限資源になってるから、今更採掘できてもあんまり意味がないというね。まあ、そうなんですよね。もう少し早い時期に作っておけばよかったのかも。まあ、ロマンがすごいので作ってみる価値あり、です。次からは、アドオンであるイマーシブペトロレウムの機械です。コアサンプルドリルで、原油が埋まっていると表示された場所に、このようなポンプを設置します。これがポンプなのか。
こりゃまたいい見た目をしておる。そしたら、稼働させますね。うん、ずっと見てられそうだ。これが、イマーシブクオリティなのだ。このポンプは、油田が尽きるまで、ずっと原油を採取し続けます。どのくらいの量が、採取できるんだ？この場所からは、約1800万ミリバケツが採取できます。1800万。まあ、バケツ1万8000杯分ですね。これも、まだ発展する前に作っていれば、多量のエネルギー源にできたでしょうね。今は核融合炉を作っちゃったからな。では次に、この原油を加工処理する装置を作りましょう。今度はこれまでと比べても、一段と大きな装置でした。おお、すげえでかいな。説明書を見ながらでも、組み立てるのが非常に面倒でした。では、ハンマーで叩いて完成させましょう。ほい、蒸留所の完成です。お、はしごがついてるし、登れるんじゃない？登れますね。テクスチャがバグりますが。真っ白になってる。他のモッドとの相互作用なのか、かなりテクスチャがキラキラしちゃってますね。そして、この蒸留所は、原油を、ガソリンとディーゼル、ルブリカントの3種類に分離します。それぞれが、燃料や加工素材として使えるそうですね。一番下の、ガソリンが一番多くできるんだな。と、サクサクと進めましたが、個人的にはこれでイマーシブは満足。ずっと昔から導入していたのに、ずっと触ってこなかったアドオンにも触れましたので。他にもイマーシブはロマンあふれる工業機械たちをいろいろ追加してるから、遊んでみるといいですよ。採掘機なんかはすごいですよ。性能はともかくとして。イマーシブエンジニアリングのアドオンはこれで完了。次にできそうなのは、エンバイロメンタルテックでしょうか。これもモッドなの？そうですね、モッドの名前です。そしてずっと前から最大の問題だった、ネザーラックの確保問題を解決できるモッドとも言えます。なぬ、ネザーラックの確保ができるモッドなのか。そうです、もっと早くやっておけばよかったなと後悔してますけど。今回は、説明書だけ作って終わりにします。リゼライトクリスタルを作りの、デジタルガイドを作りました。では、説明書を見ながら、エンディングトークをさせていただきます。エンディングトークとは珍しいな。実は、この企画の最終回がいつになるか、決まりました。ついに終わるんだ。この氷河シリーズは、パート52、つまりあと2本で終了です。60まで行くと思ってたが、思ったより短くなったな。大金持ちを目指す企画を始めたことで、一部のモッドはそっちで扱うことにしましたからね。ということで、あとわずかですが、これからもよろしくお願いします。ちなみに、このシリーズが終わった後にやることも、もう決まってますよ。というお話をしたところで、今回はここまでにします。今回も、見てくれてありがとうね。また、次回をお楽しみになんだぜ。